おはよう。坂道りんのゆるぽた。今日はロードバイクでゆるぽたしてみたいけど、何を買ったらよいのかわからないっていう人に向けて、ロードバイクの選び方を紹介します。ロードバイクの選び方はいろいろあると思うんですけど、初めてロードバイクを購入するという人に向けて、たった3つだけ必ず守ってほしいポイントを説明したいと思います。まず、一番大切なのは、好きな見た目のロードバイクを選ぶことです。形がかっこいいとか、色が可愛いとか、基準は人それぞれだと思いますが、自分が乗りたくなるようなのを選んでください。ゆるぽたの途中で、いい景色と自分が好きなロードバイクが一緒に写った写真を撮ったりして楽しめます。あと、ロードバイクは室内保管が基本なので、毎日目に入ります。自分が好きな見た目っていうだけで気持ちが高まりますよね。趣味の買い物は好きっていう気持ちが一番大切です。二番目に大切なことは体に合った大きさのロードバイクを選ぶことです。ロードバイクは服とかと同じで体の大きさに合わせてサイズがいろいろあります。さらに、サドルとかハンドルとかの位置が微妙に調整できるようになっています。なので、ロードバイクを買うときは、お店に行ってください。そして、店員さんにお願いして、手足の長さを計測して、適切なサイズを選んでもらいましょう。体に合わないサイズだと、体の一部に無理がかかって、どこかが痛くなってしまったりして、長い時間乗っていられません。体に合ったサイズのロードバイクで、楽しいゆるぽたにしましょう。ところで、ロードバイクを売ってるお店って、入りにくいと思いませんか？私は、思います。思うんですけど、土日は店員さんも忙しくてピリピリしてるんですよね。なので、初めてのロードバイクは平日に買いに行くのが良いと思います。最後になりますが、3番目に大切なことは身の丈に合った予算です。ロードバイクって安いやつから高いやつまでいろいろあるんですけど、ゆるぽたに使うんだったら、あんまり背伸びしない方がいいかなって思います。お金の感覚は人によって違うので、具体的な金額は難しいんですけど、イメージとしては、2ヶ月ぐらい頑張ったら買えました、みたいなものがいいと思います。というのも、食事とか休憩とかでお店に寄った時にどうしてもロードバイクからちょっと離れないといけないんですね。そうすると盗まれてしまうという可能性も少しあるわけですよ。で、すごーく高いロードバイクを買ってしまうと怖くてどこにも寄れなくなってしまうので、そこそこの値段に抑えておくのが良いかなって思います。とは言っても、金額の目安が知りたいという方もいると思うので、ちょっとだけ補足で説明したいと思います。まず、レースに出場することを目的に、スポーツとしてロードバイクを楽しみたいという人は、一般的に20万以上のロードバイクを購入するといいと言われています。
スペック表で、シマノ105って書いてあるのが、このラインになります。次に、ロードバイクに乗って遠くに行きたい人は、10万円以上のロードバイクがおすすめです。分解して電車に乗せることもできますし、もし気に入らないパーツがあれば、後で交換することもできます。個人的には、ミズポタではこれくらいがおすすめです。最後に、それより安い自転車ですけども、シティサイクルの部品を使った独自仕様で作られていることが多いです。なので、厳密に言うとロードバイクではないんですけども、ミズポタっていう観点から言うと、これもありかなって思います。というわけで、ミズポタしたい人に向けて、初めてのロードバイクの選び方を紹介しました。おさらいしておくと、1番目、見た目。自分が気に入ったロードバイクに乗りたいですよね。2番目、サイズ。自分の体のサイズをお店で計測してもらって選んでもらいましょう。3番目、予算。あまり無理をしない予算で買ってみるのが良いかなと思います。皆さんが楽しいミズポタライフを送れますように。では、またお会いしましょう。坂道凛でした。バイバーイ。